皆さんこんにちは、チャチャです。今日はですね、和食の基本一番だしの取り方をご紹介していきたいなと思っています。いつもレッスンに来てくださった生徒さんにお吸い物かお味噌汁お出ししてるんですけど、すごい好評なので今日はそのレシピをご紹介していきたいなと思っています。美味しいお出汁が取れるといろいろな和食に使えますので、ぜひ皆さんも覚えていってください。それでは早速始めていきましょう。それではスタートです。こちらが本日使う食材になっています。概要欄に記載しておきますので、ぜひチェックしてみてください。軽く濡らしたキッチンペーパーで昆布の表面を拭いていきます。はい、こんな感じです。お水に昆布を入れていきます。水の中に入れたら約8時間このままにしておきましょう。そうすることで旨味成分がたっぷり出るようになっています。はい、こちらが8時間後の昆布になります。こちらを火にかけてさらに旨味成分を出していきましょう。まず70度ぐらいになるまで温めていきます。温度計がある方は温度計を使用してください。70度になりましたら温度を保ちつつ約10分間火にかけていきます。10分経つと鍋の底から泡がプツプツと出てきます。このような状態になりましたら昆布を取り出します。昆布を取り出したらこれを強火にします。沸騰させるとこのように湯が出てきますので、お掃除してあげましょう。アクのお掃除が終わったら火を止めます。ここに鰹節を入れていきたいと思います。さあ、だいたいいつも2つまみほど入れています。鰹節を入れたらこのまま2分ほど待ちましょう。ボウルとザル、キッチンペーパーを用意します。お出汁をこしていきたいと思います。鰹節は絞ってしまうとえぐみが出てしまいますので、絞らないように気をつけてください。これで一番だしが完成です。こんな感じで綺麗な色のお出汁が取ることができます。一番だしが取れたらお吸い物の具材を準備していきます。今日はお麩と私が好きな麩のりを使っていきたいと思います。こちら両方使用する前に水につけておいてください。それではお吸い物を作っていきましょう。お鍋にお出汁を入れていきます。火にかけていきます。軽く温まったら調味料を入れていきましょう。お酒、みりん、醤油、お塩です。お塩を溶かしていきましょう。ここで味見をして味の調整をしてください。水に浸した麩のりとお麩になっています。麩は絞って水分を抜きます。麩のりはキッチンペーパーで水分を取ってあげてください。このような形にしてあげてください。盛り付けていきたいと思います。最後にお好みで三つ葉を乗せてください。これでお吸い物が完成です。今日は一番だしの取り方と美味しいお吸い物の作り方をご紹介しました。本日も動画最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。この動画が良かった方は高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。